サウンドロケス TV 工事隊長でございます。皆様いつもご覧になっていただいてありがとうございます。今日はですね、またあのメタル探訪シリーズということで、今回目黒のですねライブハウス2つを撮影してきましたので、そちらをご覧になっていただきたいなと思っております。まあ、以前あの目黒のねライブハウスについてはこちらの動画、はい、まあ、こちらで、思い出というか、その辺について語っておりますので、まあ、ご興味のある方はそちらもご覧になっていただけると嬉しいです。まあ、基本的にはですね、もうあの目黒といったらもうライブでしかあのまあ見に行くことも含めてね、自分が演奏することと、見に行くことっていう両方を含めても目黒にはそれでしか行かない、ほぼ行かないですね。あのプライベートで遊びでみたいなことはほとんどないです。誰かのライブを見に行くか、まあ、自分のライブかって感じですかね。もう目黒イコールライブの街というかメタルの街っていうイメージが俺はものすごく強いです。今回はですね、まあ目黒の街を紹介というよりかは、まあライブステーションと目黒鹿鳴館、この2つのライブハウスはここにあってこんな感じだよという動画になっておりますので、特にあの鹿鳴館の方はですね、まあ、ペペちゃんがいたので、中に入ってですね撮影させていただいたんで、中の様子も、撮ってきておりますので、その辺も楽しみにご覧になっていただければなと思います。それではどうぞ。こちらはですね、目黒の駅前、これ東口の方にありますね。はい、こんな感じでございます。ちょっとこの日は雨が降っておりました。駅を背にして、歩いていきますと神社が左手に見えまして、その隣に、日高屋の看板が見えますが、もうちょっと先、はい、この黒いやつですね、ライブステーションの看板が見えました。この地下1階にライブステーションがあります。はい、こちらでございますね。でちょっとびっくりしたのがですね、シャッターが閉まってるのが見えると思うんですけど、私ですねこういう状況初めて見ました、ライブステーションで。まあ、コロナの影響でということでね、早くなんとかこのコロナが収束してもらいたいなというところでございますけれども、こちらは駅反対側西口になっておりますね。はい、こんな感じでございます。でね、これちょっと進むと左側に、まあ、ある意味、伝説のといいますか、居酒屋、こちらには本当にお世話になりました、初夜がございます。まあ数々の伝説が生まれました、ここで。はい、でね、権之助坂を下っていきますと、こちら鹿鳴館でございます。はい、看板見えてまいりましたね、こちらでございます。はい、鹿鳴館ということでございまして、でここね1階が、焼肉のあのジョジョ園だったんですけれども、閉まっちゃったのと思ったらなんかリニューアル中だったということでございましてね。はい、ちょっとびっくりしましたけれども、なんか移動するみたいですね。はい、そして、こちらを降りていくと丸鹿鳴館に入っていくわけなんですが、まあ懐かしいでございますねこちら。まあ、並ばれる方も多いんでね、ずっとここら辺でチラシずっと見せたりとか、この景色をね覚えてる方も多いんじゃないでしょうかね。はい、でまあこちらに、チケットのところとかね、まあ事務所コーナーあるんですけれども、はい、でここをさらに降りていくというね、結構大変なんです、こう機材を下ろすのが、とんでもなく大変だったんでございますけれども、まあ懐かしい階段でございます。まあ、このようにね、たくさんなんかサインとかも飾っておりまして、最近のから懐かしいのでいろいろございます。はい、そしてまたこうくるっと回っていきますとね、まあ、こちらひでちゃんのポスターとか飾ってありましたが、はい、こちらが鹿鳴館の中、ライブハウスの中でございますね。もうあの昔は椅子があったんですけれども、まあ、椅子がなくなってこう、まあ、オールスタンディングということでね、広々したという感じでございますけれどもですね、まあ、ステージもねあの機材が何も置いてないんで、あ、こんなに奥行きあったんだみたいな感じでございますね。はい、いや懐かしいですこれ。まあ、ほんと広いんだなという感じですね。奥行きがすごくあって、まあ、実際にライブもやりやすいと。はい、
2階も見えておりますけれどもね、こちらはですね、まあ、普通はいつも入れないんですけれども、まあ、ちょっと階段をガガガガッと上がっていきますと、まあ、ステージの見えるこの2階に、私はよくこの2階でいろんなライブを見ました。はい、ちょっと撮影させてください。今こんな感じですね、2階から見ると。よくね、2階から、動画が撮られてるのを YouTube とかで、ご覧になった方多いんじゃないかなと思います。はい、で、ステージの方を出まして、今度はね、楽屋の方に向かおうかなと思います。こちらのね、階段降りていきますと、楽屋に通じてるんですけど、昔ここはねただの通路だったんですけど、まあここも利用されていて、たくさんのね、あの出演者さんが、お化粧したりとか着替えたりとかできるようにね、このような感じに今はなっていると。前はこんな風になってなかったんですけどね、俺が出てた頃はね。はい、あとここの左手にスタジオがあったんですけど、ここもあのすっかりと楽屋になってしまって、その奥に事務所がありますね。でここはいつも使ってた方の、まあ、私が覚えてる方の楽屋でございます。懐かしいっすね、ここもね、何度使ったことかという感じでございます。でこの階段を上っていって、まあ、ステージにつながっていくというところでございまして、まあ、ここも懐かしいですね。もうこのね、右側ほんのちっちゃいスペースにですね、ドラムとか機材がねめちゃくちゃ置いてあったりとか、すごい大変だったんですけれども、まあね、たくさんのミュージシャンがここを通っていよいよですね、まあ、ステージに出るといった感じで、バーンとこういう風にステージに出れるということでございます。いやー、この景色本当に懐かしいですね。はい、あと楽屋にですね、毛利さんの衣装が飾ってあったということで、しっかりと拝ませていただきました。かっこいいっすねこれね、貴重ですよこれ。あとね、まあ、やっぱ X のアルバムだったりとか、まあ、数々ね、あの6名間で、活躍したバンドさんのサインだったりとかね、あったわけですけども、はい、ペペちゃんがちょっと映りましたけれども、はいはい、まあこんな感じでちょっとね、事務所の方も映させていただきましたが、このような感じに、ロックメーカーはなっているということでございます。いかがでございますかね、この感じ。まあね、あのステーションはあのシャッターが閉まっていたということで中に入ることができなかったんですけれども、6名間の方はね、あの、まあ、さっき言いましたけども、ペペちゃんがいたので、ちょっと許可をいただいて、中の様子を撮影させていただきました。お客様側から見る視点ではなくてね、演者側から見る視点というかな、うん、楽屋の風景もそうだし、後ろの階段とかね、ああいうのって普通は見れないと思うので、まあ、そういう意味でもなかなか面白い動画が撮れたかなと今回は思っております。本当に久しぶりに、6名間お邪魔させていただきましたが、もう思い出しちゃったというかね、感覚をね、自分の中のここでいろんなことがあったなっていうのも含めてですけれども、一番思い出したのはやっぱり、あ、俺ミュージシャンだったみたいなね、そういう部分をすごい蘇ってきたっていうかな。やっぱりね、こういうところで俺は演奏がしたいし、みんなに見てもらいたいし、会いたいなって、すごく思った。だからやっぱりそのライブハウスに行って撮影しただけですけど、今回はすごいテンションも上がったし、あ、やっぱりここに戻ってきたいなってすごく思いました。だからね、まあ、コロナが本当にどうなるかなんて、まあ、世界中の誰もわからないんで何とも言えないですけれども、早くね、落ち着いてもらって、いつも通りの生活まで何年かかるかわからないけれども、まあ、それまで俺も耐え抜いてね、まあ、ライブができる環境になって、まあ、せっかくねバンドも立ち上げましたので、まあ、そっちの方でもね頑張って、ライブもやりたいですし、レコーディングもいっぱいしたいし、あ、俺ギタリストだったなっていうのを本当に思い出して、テンション上げて頑張っていきたいなと思っております。まあ、特に目黒はね、最初にも言いましたけれどもね、ライブでしか行かないし、もうすごい特別な街、特殊な街って言った方が正しいのかな、俺の場合は。ちょっと言い方が間違ってるかもしれないけど、そのためだけに目黒って行くんで、ある意味逆に地元よりもホーム感があるっていうか、ああ帰ってきたっていう感じがすごくあるんですよね、目黒は。だ、本当に好きな街で、まあ、思い出ももちろんたくさんありますけど、なので、まあ本当にね、コロナが落ち着いてライブとかもたくさん再開されるようになったら ね、目黒の6名館も目黒のライブステーションも、目黒にありますので、
たくさん足を運んでいただいてですね、ライブを見てまた楽しんでいただけたらなと思います。本日は以上でございます。面白かったなとか、また見てもいいよという方はですね、チャンネルの登録をしていただけると非常に嬉しいです。いいねやコメントもお待ちしておりますので、ぜひよろしくお願いします。それではまたね。